ました来ました来ましたよ。いや今日天気悪いな。天気はいい。撮影日和じゃないな。コーヒー飲むか。見せた。わーお。ラテアート勉強中。あーうまい。はい、OK、皆さん、今日はですね、こいつ、開けたいと思います。来たね、皆さん、じゃーん。わーお、マジか。噂には聞いていたんですけれども OM5 が到着しました。久々に Vlog やるから慣れねえな。はい、これ一応ねテスト用なんでもう開封はされてるんですけれども、 DJI から iPhone 用のスタビライザーですね。皆さん iPhone ね、僕 iPhone 動画クリエイターで、まあ、たくさんシネマティック撮ってますけど、まあ、こんな感じで、あ、すごい。正直これね使う事前情報とかなんかリーグ情報とか全く見てない状態で今この動画を収録して初めて開けてます。思った以上にちっちゃい。やばい、これ、結構驚きを隠せない。ちょっとあれない。OM5 とかあると思ったけど、なかった。これ見て、思った以上にどんぐらいちっちゃいかっていうと iPhone だから、通常の OM4 か、以前の OM4 と比べて一回り小さくなった印象で、本当にポケットにスッて入る形。すごいわ、これは。マジで、ちょっと驚きは隠せないわ。あ、なんかめちゃめちゃちっちゃいって印象あったけど、これ三脚つけるといつも通りのサイズかもな。あー、でもなんかすごいなー、やっぱハードウェア綺麗だなー、 DJI。 あー、でもやっぱ三脚つけるとこれ結構大きいかもな。あー、なるほど、三脚意外と大きいわ。もっとちっちゃい方が個人的には好きだったけれども、多分このサイズを乗っけるってなった時におそらく、うん、この三脚のサイズじゃなきゃダメだったんだろうな。こんな感じ。早速 iPhone つけますか。ティーティーティー、わーお、 This is amazing。 つけ、お、ついた、ピーン。なるほど、そういうことか。グリップが想像以上に持ちやすくなってる。見て、これ想像以上に持ちやすくなってる。なるほど、 UX がユーザーエクスペリエンスがアップデートされてる。あー、なるほどね。あ、これいいわ。でも三脚はいらない。三脚あるとちょっとなんか大きすぎる。この感じでいいかもしれない。この感じで、ほら、すごい。これはちょっとテンション上がるね。いいね。ああ、危ねえ。
ちょっとね、テーマから逸脱するところだったんですけれども、今回ね、皆さんにお届けしたいのは、iPhone 12 Pro Max 僕使ってるんですけれども、で、iPhone 13か、もうそろそろ出ると思うんですけれども、もうもはやスマートフォンの、進歩が早すぎて、手ぶれ補正十分してるんですよね。そんな中、このジンバルって必要なのかっていうのを、今回はね、ちょっと検証していきたいと思います。いくでー。ほら、こういうね、アクティブトラックみたいなのができて、おお、さすが。これでな、今流行りの、まあなんかね、こういうダンスとかね、ダンスとかこうやっていろいろしやすいという感じですね。うん、なかなか Vlog 撮るっていう観点でもいいね。ほら、優秀でだよ、皆さん。今回のこのね、 OM5 の一番の魅力、まだ見せてません。いきますよ、ぴょーん。はい、自撮り棒内蔵でございます。はい、これがね、 OM5 の一番の魅力っていうことなんで、まあ確かにこういうなんか自撮り棒ついて、なんか滑らかさもついてるみたいなね、ところで言うと、まあやっぱり iPhone の表現を拡張するツールでは間違いなくあるよね。まあ、ただね、この滑らかさ、ジンバルにこの自撮り棒がついたっていうシーン、使うことってあるんでしょうか、果たして。ちょっと検証していきますか。そろそろちょっとね、病院行かなきゃいけないんで、行こう。Vlog 楽しいな。準備できました。ということで、チェンジ。はい、α7S3 で撮ってました。から iPhone 12 Pro Max になると、まあ画質の違いもね、言ってやるんですけれども、一応これジンバルつけながら Vlog 撮っていきたいと思います。行きましょう。 ETC ETC どっからどこでも ETC。 ウォー、到着したということで、取り行きましょう。はい、今ね、全力ダッシュでジンバルつけたバージョンとつけてないバージョン試したんですけれども、めちゃめちゃ滑らかだわ、ジンバルつけた方が。はい、ちょっと見くびってました。僕ね、この12 Pro Max 買った時に、FPV ドローンに乗っけたんですよ。で、FPV ドローン乗っけた時に全然滑らかだったから、もうすごいんじゃないかと思ったけど、やっぱりジンバル乗せた方が圧倒的に滑らか。はい、で、やっぱ便利なのがこういう風に三脚があって置くと、で、高さ調節できて、で、こんな風に、あれ、ジェスチャー認識しない？なんかちょっといじめられてるのか、ジェスチャー認識してくれません。さっきオフィスだったらできたんだけどな。まあ多分ね、こういうなんかファームウェアアップデートしてないのとか、まあまだね、ちょっと発売されたてで弱いのかもしれない。あんま実用的じゃないかもな。うん。はい。で、一応ね、このね、スティックを押しながらやると、ジンバルが固定されて動かないんだけれども、限界値があって、ここまで行くとね、下行っちゃうんだよね。ここら辺だったらいい感じに留まるんだけど、こういう風に。留まるんだけど、限界値があるっぽい。って感じなので、一応ここのね、ここ少し曲げれるんよ、インに。そうするとこういう感じでローでも走れる。ちょっとガン出します、これで。おね、ローアングルでガン出したんですけれども、まあ、若干のブレが入るんで、あそこまでガン出するとさすがに使えなさそうで、ローアングルだったら iPhone ローにして撮ることできるんだけど、ハイアングルで撮ることってこのセルカ棒のやつしかできないので、ガン出します。見てて。今日は疲れるな、撮影が。
見てみます。あダメだ、さすがにこのガンダになるとブレが出てくる。だからさすがにジンバルとはいえガチダッシュしたらブレは入りますね。で多分ゆっくり滑らかに撮るとめちゃめちゃ綺麗なんだと思う。はい、まあガンダするっていうニーズはないから基本的には滑らかに撮る。であとはねこういう風になんて言うんだろう、 Vlog スタイルできるんで、はい、すごく慣れてきました。ここのボタンをチェンジボタン2回押すと横になると、1回押すとインカメ、しかもインカメするとアクティブトラック、トラッキングしてくれる自動で、でもう1回押すと外カメって感じですね。あとはレックを押したりとか、あとこういう角度変えたりとかで、この横を、横のこのスライドを押すと広角ズームとか画角を自由に調整できる、こういうのも便利。マック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 。そういえばね、ここね、あの僕地元神奈川県の都筑区横浜市なんですよ。で今日産スタジアムなんで地元なんですよね。街並みが超久しぶり、泣けてくる。ちなみにこれから行くマクドナルド、僕が初めて高校生の時にアルバイトしたマクドナルドです。よいしょ。いいですか。はい、楽天カドコムのポイントカードございました。大丈夫です。かしこまりました。お願いいたします。はい、ありがとうございます。レシートの私です。ありがとうございます。I will eat teriyaki chicken fillet. Yes. Yes. This is light. This is light. This is light. これは正しい。Let's go. ああ、でもね、OM5 すごいね、いいわ、従来のやつで、やっぱり。あの OM4 の方が大きくて、ただ OM5 は持ちやすく、自撮り棒もついて、まあ、かつ滑らかだと。滑らかってのはね、まあ結構従来も滑らかだったんですけども、結構いいかもしれない。はい。まあ今回のね、そのテーマである、やっぱ iPhone だけでいいのか、ジンバルはいるのかっていう、まあ、あの結論に関してはね、ちょっとオフィスに戻ってからしっかり皆さんにお話したいなと思ってます。これはね、意外とね、壮大な結末が待ってるんじゃないかと、個人的には思ってます。早く帰ろう。はい、皆さん、今帰ってきましたということで、じゃん。こちら OM5。 今回のね、YouTube のこのタイトルの通り、iPhone だけでいいんじゃないかっていう仮説に基づいた、ジンバルこの OM5 を使用してみたんですけれども、個人的な意見として結論はやっぱあった方がいいです。やっぱりこの iPhone だけだと走ったりした時に、ブレたりとか、まあ、こっちもブレたけど、まあ、よりね、あの iPhone の滑らかな表現以上に綺麗な映像を撮りたいっていう方はね、こういったジンバル使うのは、理想です。ただ OM5 の特徴としてはやっぱまずコンパクトっていうところと、あとはね、セルカボビヨーンって伸びるところ、この機能が主なアップデートになるので、あのそれがいらないよ、滑らかに撮るだけでいいよって方は、まあオズモバイル3とか OM4 とかで十分かなと思いました。で、欠点としてはなんかね、しまい方がちょっとわからん。はい、今しまったんですけれども、先ほどね、 みんなにちょっと見てもらった時になんかこの開け方がちょっと全然分かってなかったんですよね。で、実際開け方確かになんかむずいよね。こうやってやってからこうか、まあ慣れれば余裕か。はい、こちらね、サンセットホワイトめちゃめちゃ可愛いので、もしね、あのスマートフォンの映像表現よりアップデートしたいという方はチェックしてみてください。ということで、久々にこういった Vlog 形式であのレビューをお届けしたんですけれども、引き続きいろんな製品、開発していきますのでよろしくお願いします。感想等お待ちしてます。あといいねとかチャンネル登録もよろしくね。バイちゃん。うわ、ええ、なんすかこれ。どう、引きすりも